クレタ島はギリシャ共和国南方の地中海に浮かぶ同国最大の島。古代ミノア文明が栄えた土地でクノッソス宮殿をはじめとする多くの遺跡を持つ。また、温暖な気候や自然景観から地中海の代表的な観光地でもある。クレタ島は島全体でギリシャ共和国の広域自治体であるペリフェリアを構成する。主婦はイラクリオ。 日本語ではクレタで定着しているが、現代にリシャ語の発音ではクリティである。ホメーロスのオデュッセアに初めてクレーテーの名が登場するが語源は不明である。ラテン語でクレタとなった。アラビア語ではもともとロータウイータをもとにイクリーティッシュと呼ばれていたが、9世紀にクレタ市長国が首都ラブドある半クを建設すると首都と島は ハンダクスやハンダクスとして知られるようになった。この名はラテン語及びベネツィア語でカンディアと転記され、ここからさらにフランス語でキャンディ、英語でキャンディやキャンディアと表記されるようになった。オスマン帝国の支配下ではオスマン語でギリットと呼ばれた。クレタ島クレタ島はギリシャ本土から約1 6 0トル南に離れた地中海東部に位置し、 エーゲ海の南へをなす。島の北側の海は、クレタ海、南側は、リビア海とも呼ばれる。クレタ島の西北側には、ペロポネソス半島とそれに付随する島々があり、アンティキティラ海峡を隔ててアンティキティラ島が浮かんでいる。また、クレタ島の東側には、カソス海峡を隔てて、ドデカネス諸島に属するカソス島がある。クレタ島の面積は8336。 警報キロでこれは、日本の広島県の面積に相当する。島の形状は、東西の長さが 260km であるのに、対して、南北の幅は広いところで 60km、狭いところで 12km ほどという、東西に細長い島である。海岸線の長さは 1046km に及ぶ。ギリシャ共和国最大の島であるとともに、地中海では、シチリア島、 サルデーニャ島、キプロス島、コルシカ島に次いで5番目に大きな島である。行政区画としてのクレタ地方は、港沖に浮かぶガブドス島や、イラクリオ沖のディーヤ島など、クレタ島周辺の小島所も範囲に含める。クレタ地方に隣接する行政区画は、ペロポネソス半島側がペロポネソス地方、ドデカネス諸島側が南エーゲ地方となる。クレタ島の最高峰は、 島の中部にそびえるイディ山である。クレタ島は全体に山がちな地形であり、山々は西部のレフカオリ山地、中部のイディ山地、東部のディクティ山地といった、いくつかのグループに分けられる。これら多くの山々はまた、多くの盆地や谷を形成している。イディ山西南側のケドロス山との間にある、アマリタニアディクティ山北側のラシティ高原は、山間に開けた。 肥沃な土地となっている。また、国立公園に指定されている西部のサマリア渓谷や、同じく西部のインブロス渓谷をはじめとして、多くの渓谷、峡谷がある。クレタ島は地中海と北アフリカの気候区にまたがっている。島の大部分は地中海性気候であり、温暖である。海との距離によって空気も湿潤であり、冬も気候は穏やかである。 山岳部では11月から5月にかけて降雪が見られ、山頂では1年を通じて雪をいただいているが、低地での降雪は稀であり、降ったとしても積雪することは、まずない。2004年2月には大寒波が襲来し、前頭にわたって積雪したことがあるが、これは非常に稀な事例である。夏季には、非平均気温が20度台後半から30度台。 前半で推移するが、最高気温は30度台後半から40度台前半に至ることもある。島の南側の沿岸部では、北アフリカの気候区分に属し、1年を通じて、日照時間は長く、高温である。夏目シが実を結び、ツバメもアフリカへの渡りを行わずに1年中止まる。島の東南部のイエラペトラなどでは、冬季に温室で、 夏の野菜や果物を生産している。人口1万人以上の都市には、以下がある。クレタ島最大の都市は、主婦である中部のイラクリオである。この町は、歴史上カンディアとも呼ばれた。西部のハニアがこれに続く。このほか人口1万人以上の都市には、中西部のレティムの、東部のアイオスニコラオスや、イエラペトラなどがある。主要都市は北岸に集まっており、南岸に、 位置するのはイエラペトラのみである。イエラペトラはキリシャ最南端の町であるとともにヨーロッパ最南端の町ともされる。クレタ島はヨーロッパにおける最初の文明の一つであるミノア文明が栄えた。当時の社会については伝えられるべき文字が残されなかったため以降から類推するより他ないが平和で開放的であったと考えられている。ミノア期の遺跡には 壮麗な石の建築物や複数回の宮殿があり、排水設備や女王のための浴場、水仙式のトイレがあった。水力を動力とする仕組みに関する技術者の知識はとても高度なものであった。エジプトなどとの交易によってもたらされた遺物から、ミノア文明は紀元前3000年頃からクノスソスが衰退した紀元前1400年頃頃まで栄えたと考えられている。 その当時クレタ島で使われていた言語はミノア語であると考えられている。ミノア語はアルファベットとは異なる象形文字を持ち、これを千文字 A と呼ぶ。千文字 A は未だ解読されていないが、後世に書体が簡略化された千文字 B は1952年、マイケル・ベントリスによってギリシャ語であることが判明した。また、 ミノア語からは、クレタ語と呼ばれる言語が派生したと考えられているが、現在は死語であり、資料も地中海沿岸で発見されたものが、わずかにあるだけで、これについてわかっていることは、非常に少ない。ギリシャ各地にポリスが出現していた時代のものとして、クレタとオドレロスの中間からは現存する最古の成分法が発掘されている。コスモスと呼ばれる。 公印役職者の連続した就任を禁じ、再任の場合には10年を経ることを定めたものであり、特定のものに権力が集中することを防ぐことを狙ったものとみられる。クレタ島のポリス時代には、他のギリシャ各地とは異なる点が多々ある。クレタ島市の研究に際しては、全6世紀を通じて、考古資料が激減しており、全6世紀初頭の解明が重要な課題とされている。 南クレタの都市国家ゴルティウンでは都市の法律が誰もが目にする公共広場アゴラの脇にある壁の一面に刻まれていた。このゴルティウン法典はクレタその他の南の島々で使われたドーリア方言で書かれた。壁の碑文は人が立って読むのにちょうど良い高さ1.5メートルくらいの位置に横幅9メートルにわたって刻まれた。全部で600行からなり、 商業や契約に関する法も記されていたが、大半は私法的規定である。紀元前27年、ゲンリビアの切れない家地方と合わせて、ローマ帝国が切れない家族集を設置。ローマ帝国の東西分裂後は、東ローマ帝国が領有を継承した。5世紀頃、キリスト教の布教が始まる。7世紀末から8世紀、クリトのアンドレーが主教を務めた。 824年、イベリアのイスラム教徒が侵入。カンディアを建設し首都とする。以降、東ローマ帝国による奪還まで、東地中海で略奪を働く海賊の拠点となった。961年、東ローマ帝国が奪還した。1204年、第4回十字軍に参加していた、ベネツィア共和国により征服される。これにより、ルネサンス文化が伝えられ、エルグレコ。 ニコラスカリアキなどの活躍につながる。1348年、ペストが大流行する。以降、1398,1419、1456,1523,1580、1592 14、1678 15、1689、1703、1816 17 18の各年にも大流行が見られた。これにより、 人口が流出することもあり、人口が2、3となったこともあった。島外へ逃れた者の,の中には、コンスタンティン・コルニアクトスのように大陸で大成功を収めた者も,もあった。1492年、スペインのレコンキスタから逃れてきたユダヤ人がクレタ島に流入。1627年には、カンディアのユダヤ人の住民は800人、島の人口の7%を占める。 1574年、ジャコム・フォスカリーニによるヒカトリック住民への圧政が始まる。ギリシャ人やユダヤ人には厚税が課せられる。この圧政はオスマン帝国による征服まで続く。ピーリー・レインスによるクレタ島の地図パリで1719年に作られたクレタ島の地図。1644年から1669年にかけて、 キョプリル,ル・アフメト・パシャが大宰相として率いるオスマン、帝国が、クレタ島の領有権をめぐって争い、カンディア法以前、結果的にオスマン帝国領となる。これにより、宗教の違いによる弾圧的な扱いは撤廃され、どの住民も経済的にほぼ等しい権利を持つとして扱われた。現地のギリシャ人が、ムスリムに転向する例が増える、その後の1900年では、 党内のムスリム人口は11%。これらの人々は1923年の住民交換でトルコに強制移住。オスマン帝国の支配下ではキリスト教徒による反乱が散発した。直接の当事者であるオスマン帝国、トルコとギリシャの争いに加えて欧州列強の介入により国際政治の上では翻弄され続けた歴史を持つ。戦後、 ギリシャ本土は共産党系と反共のせめぎ合いで内戦状態であったが、クレタの住民は共産党も王家も支持せず、本土とは距離を置いていた。本土で1967年に起きた軍事クーデター以降は、本土との交通、通信の発達の寄与もあり、政治的距離は縮まっている。なお、ギリシャ共和国の主要宗教はアテネに大主教座を置く。 ギリシャ正教会であるが、クレタ島だけは、同じ正教会でも、トルコのイスタンブールにあるコンスタンディヌーポリ、総主教庁の管轄下にある。オリーブオイルの世界一年間個人消費量の多い、ギリシアの中でも消費量が多く。東南部のクリッツァ村は、年間個人消費量が50リットルもある。島全体で一つのペリフェリアである。クレタ地方は、 4つの行政区から構成されている。なお、下表の4つの行政区は、西から順に配列している。人口は2001年現在。2010年の地方制度改革以前は、自治体としての県であったが、2011年1月1日に、ノモスが廃止されて、行政区となった。クレタ地方には、基礎自治体である市が24ある。イラク領の E75 号線。 ハニア空港のフィムエアーキイラクリオウ島の北岸を東西に走るグレーンマイナス90が幹線であり、欧州自動車道路にも指定されている。ギリシャ神話にはクレーテーとしてしばしば登場する。赤子のゼウスはクレタ島のアドラステイアとイーデーによって愛がヨみ山にかくまわれた。また、エウローペーが牛に変じたゼウスにさらわれ、ボスポラス海峡を通ってクレタにたどり着き、 その子が、クレタ王となって文明が生じたとされる。この他にも、ホメーロスのイーリアスなど、クレタ島に関する諸話は多い。観光スポットとしては、クノッソス宮殿やフェスト水石、ゴルティ水石などの考古学上の遺跡、また、ベネツヤ人が、ハニアに建てた城といった史跡や、サマリア渓谷やアヤイリに、アラデネなどにある渓谷などを自然景観が有名である。ありがとうございます。